こだ。これはイリーナが好きな。
ドイ。イリーナ。あ、あれ、おばさん誰？貴様一体何者だ？何者って？何？ブロクターか？大丈夫だ。向こうに光が見える。そこから出る。ゲイボルグの攻撃で地面が陥没、地下の洞窟へ落下、それだけだ。洞窟？幸い出口は近いか。ちょっと待てよ、無視すんなって。ねえ。心配するな、ここを出たらたっぷり話を聞いてやる。覚悟しておくんだな、密偵め。俺が密偵？なぜあの戦場にいた？我らが戦力を探りに来たのだろう。俺は妹イリーナを探してただけだ。イリーナ？貴様の名は？ラッシュ、ラッシュサイクス。ラッシュサイクス。言って、妹を探していると言ったな。何があった？いえ、俺たちはユラム島で暮らしていた。イリーナ！父さんと母さんから手紙だ。どうせ研究が長引いて帰れないとか言うんでしょ。何拗ねてんだよ。美術ストーンだ。待ってね。あ、よーラッシュ、イリーナ、二人とも元気でやってるか？父さんと母さんはエリシオンのアカデミーで充実した日々を送ってる。以前から続けていた研究に新しい発見があったんだ。あ、もっともそのせいで研究が長引き、すぐには帰れなくなったんだが。ほら、やっぱり。だからあなたたちにもエリシオンに来てもらおうと思って。ほんと勝手なんだから。この発見はレムナントの新しい利用法につながるはずだ。そうなれば人々の暮らしはより、お前たちのことが先だな。すまない、寂しい思いをさせてしまった。あなた、録画時間だ。あ、それでだ。そちらに迎えを送る。準備しといてね。ラッシュ、イリーナを頼むぞ。リナ、大丈夫、軽く気をつけて。まだ。時間切れか。父さん喋りすぎだよ。不安なのか？うん、私この島から出たことないから。でも大丈夫、もうすぐみんなで一緒に暮らせるから。そうだな。え、なんだ。you
処分しろ。突然空飛ぶ化け物が襲ってきて、妹のタリスマンが不思議な光を放った。わからん、そんな話を信じろと。嘘じゃねえって。ともかくまずはここから出るぞ。お前も一緒に来い。
行くぜ。なんだ？こんな奴がいたとは。気をつけろ！光を放つタリスマンの話は本当だったか。
ダビッド様。私のためにこんなところまで申し訳ありませんでした。お前が無事でよかった。彼はサイクス博士の息子だそうですが。わかった。アスラム四将軍が一人、トルガルと申す。我が主アスラム公爵閣下よりお礼の言葉がある。こちらへ参られ。我がエマ・ハニウェルを助けてくれたことも感謝する。貴公の妹のことだが、賊が我がアスラム領内に逃げ込んだとあれば見過ごすわけにはいかない。アスラムまでご足労願おう。は？つまり公爵閣下は貴公の妹探しを手伝うとおっしゃっているのだ。大丈夫だ。俺、空飛ぶ光を追いかけてここまで来たけど、この先どうしたらいいかわからなかったんだ。でも、あんたみたいな偉い人が助けてくれるなら、なんとかなるかもしれない。ありがとう。俺はラッシュサイクス、ラッシュでいい。あんたは？アスラム公爵、ダビッド・ナッサルだ。ダビッドで構わん。ありがとう、ダビッド。では、アスラムへ戻って情報を集めるとしよう。全軍、直ちにアスラムに帰還する。イエス、マイロード。ダビッド、早く行こうぜ。いい加減にしろ、このプレイモノ。アスラム子を呼び捨てにするとは何事か。なんだよ、別にいいだろ。意外と単純でしたな。これならば。まだわからんさ。イリーナ嬢と彼女をさらった賊のことはすぐに調べさせよう。トルガル、ラッシュ殿、アスラム城に部屋を用意させた。ユラム島から来たのだ。まずはゆっくりと長旅の疲れを癒し、それから情報が届くのを待つといい。このままじっとしてろってろ。冗談だろ。俺は俺で調べてみるよ。わかった、好きにしろ。しかしあまり無茶なことはするな。まだ素性が確認できていないんだ。城にあげるべきではない。私が調べておく。俺もう行きたいんだけど。いいよね。情報収集をするのならここを出て、まずはクラージェクにあるパブに行ってみるといい。我々に用があるならアスラム城に来い。わかった、ありがとう。